おはようございますす西田渡です、えー、9月6日月曜日ですね、今日は曇り、まあ、ずっと曇りですね、最近あんまり晴れ間見てないので、どうですか、皆さん、セロトニン出てないですよねっていう、まあ、どうだろう、他のエリアの方は晴れたりしてるのかな、まあ、東京があんまり天気良くなくてですね、なので僕は比較的セロトニン少なめで生活しております、でもとはいえ、そんなにノーストレスはそんなにないかなっていう感じではありますけれども。 えーと今日なんですけども、週明けですね、今日、えー、9月6日月曜日、週明けってことで、えー、と今日こちらサブチャンネルとメインチャンネル出します。で、えー、WNPC、日当たるフォトカレッジの週明けってことで新たなお題を出します。えー、これの収録の後にお題考えますっていうところで <laughs>、少々お待ちください。えっ、ー、と、で、そんな感じですかね。なんで今週はね、結構いろいろと。 あとまあ、自分なりのイベントごとは結構あったりするので楽しみなことが結構多いですねはいなのでまあゆっくりまったりやっていこうかなとは思っているんですけれどもはいっていう形で今日なんですけれどもえっ、ー、と先週土曜日ぐらいにあの久しぶりにライブ配信やったんですよ音声だけのねラジオライブ配信のような形で YouTube ライブ配信やりましてその時の質問でねあのプロテクターあるじゃないですか えとフィルタープロテクターレンズの前につけるプロテクターですよね要は汚れないようにとか、えー、と前玉が破損しないように傷つかないようにっていうところのプロテクターを西田さんってどういうふうにしてますかっていうふうに質問いただいた時に、まあ、確かに結構これちょうどサブちゃんっぽいネタだなと思ったので今日はそちらをお答えしようかなと思ってます。あのプロテクターって大体皆さん、えーと 使ってるとと思うんんですよねねほとんどの方が、ね、なのでちょっと今こちらにレンズは用意しておりますけどもあの僕の場合ね3種類大体やっておりますスタメンサブレンカなレンズみたいな形で3つで分けてて例えばなんですけどもこれ僕が仕事で使うとか、えー、現場ですよねまあ、過酷な状況が予想されたりとか、えー、と機材カメラレンズとかをいちいち気にしてらんない状況かプラスアルファは 一番写りがいいレンズっていうところがだいたい僕のスタメンがこの辺なんですよ。これは 85mm、RF85mm の F1.2 なんですけれども、えー、とあとは 2870mm の F2、RF の 50mmF1.2、RF の 7200mmF2.8、この4本が僕が今だいたいスタメンですかね。あともう1本、えー、と最近出た RF の100マクロの2.8。 この5本が今スタメンなんですよ。で、まあだいたい僕の一つの軸が10万円を超えるレンズにはプロテクターをする。で、10万円を切る。 切るレンズ10万円以下のレンズに関してはプロテクターはしないっていう方針でやっておりましてなぜかというと,、えー、と10万円以下のレンズだと実際に前玉が傷ついたじゃあ修理しますってなった時にプロテクターよりも実際し修理の方が安いっていうのが一つとあとは純粋に10万円以下のレンズになると写りが当たり前ですけどこういったあのー もう超ド級のレンズに比べると悪いわけですよね写りはねあの悪いっていうよりかはよくこれ以下ではあることは間違いないって考えると1枚でもあのガラスをね挟まない方が絶対に写りがいいっていうのはもう間違いないですよね厳然たる事実だったら先ほど申し上げたとおり10万円を切る上に写りが悪いのであれば、えー、1枚でもガラスをかまさない結果 えー、プロテクターはつけないっていう方向になるわけですよね。なので、えっと、まずはですね、こういった僕のスタメンレンズね、スタメン5本に関しては、ここ見えますかね。えっ、ー、と、健康のゼクロス2ってやつを、健康ゼクロス2ってやつをつけてるんですよね、これ。健康ゼクロス2。これが今のところね、一番いいやつかな。あのゼクロス1っていうのもね、一回つけたんですよ。っていうのも、えー、RF 28の2870の F2 が、 あのー、95mm 径,、ねね、95径のやつでそれのプロテクターっていうふうに探してたら実際ゼクロスぐらいしかなかったなっていうあとはこれ薄くないとフードにね、あのー、RF の2870は干渉するっていうことで、えー、と必然的にもうゼクロス一択みたいな感じでもしくはキヤノンの純正のフィルターっていうのもあるんですけれども。 このゼクロっていうのは本当透過率が0.1%ってやつかなプロ 1D あたりが0.3%大体の基準では大体の基準のものは0.3%ぐらいの透過率みたいなんですけれどもえっ、ー、とこれは0.1ってことで確かにね本当に素晴らしいんですよとか拭く時もねもう本当こうサーッと拭けたりとかねレンズペンとかでねなので汚れも取りやすいし本当にこれこういろいろと光を映し込んだ時にもね本当にな あのまるで前にプロテクターつけてないかのような、えーあのー、プロテクターになってて本当にすごいかなと思います。あとは何が,何がいいかっていうとここですねここをギュッて締めた時の外す時もすっごいスムーズなんですよなのでこのネジの部分のねじきの部分の金型の精度みたいなものが相当プロ o ン d とかと比べてもめちゃくちゃね作りが良くなってるかなって感じその代わりバカタカですね。 プロの約3倍はしますね余裕で確かこれが8 2ミリの K なんですけども、8 2ミリでいくらだったかな ?1 万は余裕で超えてた気がします。1万1000円ぐらいかな。でも、こういったところ、これ結構外れなくなったりするじゃないですか。こういったところもね、非常にいいっていうところで、僕のスタメンレンズ5本ですね。先ほど申し上げた RF のスタメンレンズ5本に関しては、ゼクロ質をつけてると。じゃあ次になんですけども、スタメンレンズではない、 まあ例えばこういったレンズですよね。えっ、ー、と2405の F4 っていうね、汎用性も高くて、ただ持ち出し頻度は高いよと。僕とかの場合だと,とか、ね、こういった写真集ゲイズとかね、こういった作品、自分の写真集を撮るよとかって、自分のペースで撮っていくよとかっていうときには、必然的にこういったレンズ、比較的軽くて、写りも良くて倍率の高いレンズっていうところを運用していくんですよ。 そういったときにやっぱりね汚れとかつきやすいし10万円以上のレンズってなるとさすがに前玉傷ついたり修理するよっていうねゴンって落ちてそしたらプロテクター守ってくれますからねそういった意味でもここが当たってくれるとまだねフィルターでカバーしてくれるんで他の部分が傷みにくいっていうそういった考えたときには一応プロテクターやっぱりつけた方がいいとそういった時にえときにスタメンではないまあ サブの写り、サブレンズに関してはこちらですね。はいえー、と見えるかなピンと合うかなあったかな健康のプロ 1D ですね。健康のプロ 1D を僕は運用しているっていうような形になってますね。なんでこういったヒエラルキーでつけてます。スタメンレンズ、要はもう一番最高級の写りをする L レンズの中でも一番高いレンズ、タチとか、えーと、撮影現場で過酷に使うであろうということが予想されるものはゼクロス2。そしてこういった あの自分の作品りりだったりとかまあ、あとは何につけてるかな。まあ、今までの EF レンズとかもそうですしあとは今何につけてるかなまあでも大体はゼクロスに置き換わってますけどもあえー、っと RF の100-500とかも今、いま今だにプロ 1D ですね。100-500は僕の用途では仕事の現場とかではあまり使わないので、なので、時々こう、足効果狙ったよなとか、望遠がどうしても必要っていう時は100-500は出るので、使用頻度が意外と低いんですよね。なので、ゼクロス2はつけてないと。で、そういった感じですかね。なので、こういった形でゼクロス2つけるものもあれば、プロ 1D。 が出ててくるっていうところもあってこのぐらいのヒエラルキーで考えています。なので、プロアンでは比較的いいですよね。これ 77mm なんですけれども、これで4000円ぐらいだったはずなので、確かね、4000円ぐらいで買えたはず。そしてこれですよ。まあ、こちらの RF35mm の F1.8 っていうところ。あとは RF の 50mmF1.8 も持っているんですが、はい、ご,覧ご覧いただくごとく、プロテクターつけてないっていう感じですね。これとか大体いい5、6万円ですし、 RF の 50mmF1.8 に関しても2万3万切るぐらいですよねそういったレンズは先ほど申し上げました通り落としたところで修理出した時にもねそんな高くはないですよねなのでそういった意味であのプロテクターをつけるよりも移りですね写りの方を優先したいがために、えー、つけないとそういった流れでこの3種類で分けてます僕の場合はなのでえっ、ー、とまあ僕みたいに にめちゃくちゃレンズ持っている方ばっかりではないとは思うのでまあ、僕のこの運用方法プロテクターの考え方っていうのは合ってるか合ってないかはちょっと皆様にきちっとマッチングするかは別なんですけどもまあ、なのでじ皆さんも自分が一番使用頻度の高いレンズだけはゼクロス2にする。ででそこまであの だろう出番が少ないレンズはプロ 1D にするそして廉価なレンズねもうほんと1万円で買ったよとかまあ2万円で買ったよって中古で EF レンズ買ったよとかねもうほんとまあ例えばですか3万円を切るレンズ5万円を切るレンズぐらいのものに関してはプロテクターつけないぐらいでちょうどいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っておりますので是非ね参考になれば嬉しく思っておりますっていうところで今日もね健やかにお過ごしください西田温でしたどうもー